皆さん、こんにちは。インスパイのことです。今日もユースリムを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、皆さんスマートフォンといえば、 アップルが出している iPhone というものとですね、そして、えー、他のもう一つの OS であります、Android をですね、Google が出している Android のスマホというですね、2大スマホサービスということをご存知だと思うんですけど、まあ実はですね、それ以外にも Microsoft は Windows Phone というですね、Windows が搭載されているスマホも出していたこともあるんですが、実はですね、もう一つ、 4つ目のスマホっていうのがあったのを覚えてますかね、えー、実は日本では発売をしていないのでご存知ない方も多いんじゃないかなと思うんですが、なんとですね、Amazon からもですね、スマホをね、発売していたことがあったんですね。ちょっと今日はですね、そのニュースについてお話ししたいと思うんですが、えー、こちらの方をご覧ください。はい、実は、 Amazon のスマホ、Firephone というものが2014年の7月に販売を開始し、なんとですね、1年後の2015年の8月末にですね、終了しているんですね。で、これはあの、日本では発売されてなくて、アメリカの発売だけで終わってしまったので、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、これ、ちょうど、ちょうどというかですね、えー、7年ぐらい前ですか、6、5、 えー、六一年前ということになりますね。えー、もしこれね、あの、機会があったらね、あのー、買いたかったなーってね、ちょっとこれかなりレアもんだなと思っているんですけど、だって一年しか発売しないわけですからね、というものなんだけど、じゃあなんでね、この Amazon のスマホっていうのが、まあ、失敗してしまったのかっていうことについて、今日はですね、ちょっと解説していきたいなっていうふうに思っています。まあ、実は先日ですね、このことについて、5月の1日にですね、ある、 ニュース記事が出てました。こちらにあります。 これなんて読むのかな、えー、クーリエって読むのかなっていうあの雑誌というかニュース記事の中で、えー、なぜね、ファイアーフォンが大失敗に終わった裏事情っていうですね、記事があって、この記事はですね、有料なんですよ。なので、有料なら、ね、もちろん読むことできるんだけど、えー、有料なら見ることできないんですが、これが Yahoo ニュースにですね、転載されていたので、Yahoo ニュースでは見ることできたんだけど、Yaho ニュースのですね、転載期限が終わったので、もう Yahoo ニュースでも今見ることできないんですね。<laughs> ということで、えー、かなり レアにになった記事についててですすね今日は紹介しいいいいきたいと思いますいつもにですね、YouTube のメンバーシップの方にこの先の動画を公開していきたいと思いますので、興味ある方は、この動画の下のリンクの方から申し込んでいただければ、YouTube メンバーシップ月額190円から、 今日の動画はもちろんですけど、今月の動画もですね、すべて190円で見ることできますので、1、1本じゃないですよ。1ヶ月190円で見ることできますので、よかったらですね、申し込んでいただければと思っています。というですね、ちょっと意地悪な感じになってるんですけど、今日は大きく1、2、3、4、5、6、7、8、9、9ぐらいのですね、ニュース記事からですね、このなぜ Amazon の Firephone が失敗したかということについてですね、お話をしていきたいと思います。ではまずね、こちらの方からご覧いただきます。ではこちら,から どうぞ。